プレミアリーグ、ブライトン対リバプール。前節いろんな意味で悲惨な目にあったクラブ同士の対決。ここで連敗は痛すぎる。アベマで無料生中継あり。ウエストハム対ニューカッスル、ともにシティやリバポに負けたものの、他の試合では白星を重ね、上位追走できる位置にいる両クラブ。ホームのハマーズはマジで強い。アーセナル対マンチェスターシティ、はい皆さんお待ちかね、さっきデッドヒートを繰り広げたスーパービッグマッチ。あっさり負けがちなアーセナルは今回どこまで粘れるか。ブンデスリーガ、ライプツヒ対ボーフム、グバルディオル、ソボスライ、エンクンク、ここら辺抜けたのにライプツヒ強い。だから多分ボーフムは爆散不可避。でもアベマで無料生中継、暇ならどうぞ。ドルトムント対ウニオンベルリン、無敗のドルトムントが挑むのは、昨季の躍進が嘘のように低迷しているウニオンベルリン。こういう試合は確実に勝とうね。バイエルン対フライブルク、代表落ちた堂安がバイエルンに挑む。アベマで無料生中継なんだけど、マンシー対アーセナルと裏かぶりしてるんですよね。セリエ A、 ユベントス対トリノ、トリノダービーでございます。まあ順当にユーベが勝つと思うけど、トリノ新加入のサパタにユーベ守備陣の若干の緩さを突かれるとどうか。ラツィオ対アタランタ、調子の上がらないラツィオ、 CL での盛り上がりを持ち込みたいが、相手は難敵アタランタ。気難しい監督同士の対決にも注目だ。ナポリ対フィオレンティーナ、4勝2分け1敗と勝ち点で並ぶ両者。ナポリはオシムヘンが騒動に負けずクラブに忠誠を誓うと宣言。ビオラは新加入のエース候補エンゾラが復調し始めている。ラリーガ、レアルマドリー対オサスナ、さっきの国王杯決勝と同じ顔合わせ。今季点が少ないロドリゴは2ゴールを挙げた昨季決勝と同様の活躍が期待されるが、果たして。アトレティコ対レアルソシエダ、絶好調の久保建英とグリーズマン、ラリーが屈指のレフティー2人はどちらがより輝きを放つのか。グラナダ対バルセロナ、実は直近3戦でグラナダはバルサに無敗。さすがに今回はバルサが勝つだろうが、レバンドフスキ離脱のニュース、怪我人の多さは気になる。リーグワン、スタッドランス対モナコ、日本人対決来ましたよ。しかもモナコは首、ランスは3位の激アツな状況でござんす。ジャニーズなき今、イケメン見るならここにおいで。では今週も素敵なフットボールライフをお過ごしください。